ゆっくりしていってね。こんばんは皆さん。前回スナイパーライフルをゲットしてからの続きです。あの後も探したけど、結局トレーダー見つけられなかった。もういい。後で先にストーカーやった友人あたりに、一応聞くとして、先にグレネードランチャー探しに行くよ。ミニマップ的に、ここが九段の村みたいだね。ちょっと覗いてみよう。見た限りでは、敵の姿はないみたいだけど、ここからだと障害物が多すぎて、全体を見渡せない。ぶっつけ本番でやるしかないようだね。この声は、いた、さっちゃん。だが数々のテラースポットをくぐり抜けてきた今、さっちゃん程度怖くもなんともないんだぜ。なに？まだ声が、意外と近かった。うお、後ろからも声が、ちょっと待て、いっぱいいるぞ。まさか突然袋にされるとは、夢にも思わなかったよ。とりあえず、さっきの村の近くに人を見つけたので、今回は先に話を聞いてみる。確かにこの前酒は飲んだけど、君らと飲んだ覚えはないぞ。だがこいつから、あの村には、大量のさっちゃんがいるという、とても貴重な事前情報を得た。なるほど、あそこにはたくさんさっちゃんがいるのか、知らなかった。これで突然、さっちゃんにボコられるなんてことはないね。さっきみたいに、言うのが命一つ分遅いよ。今度は別方向から攻めてみる。ここ意外と怖いな。まあ X ナンバーズに比べれば、屁みたいなもんではあるけど。というか、透明な殺人モンスターたちの住む、夜の廃村を、懐中電灯の光だけを頼りにうろつく男って、それだけで死亡フラグじゃない？あれだ、海外のホラー映画の、オープニング的なシーン。た、どうやら単体のようだ。大量に来たならまだしも、一人でのこのこ出てきたやつに、負けはしない。このままかっこ撃破できたらいいんだけど。とりあえず、グレネードランチャーをさっさと取ることもできるんだけど、さっきのやつが、仲間が給水塔のあたりで死んだから、調べてきてくれって言ってたので、先にそっちに行ってみる。多分前に見える塔でしょう。あと、まださっちゃんがいると思うけど、武器これでいいよね。ショットガン使うことも考えたけど、単体ならまだしも、複数いるならまずくない？攻撃範囲は広いけど、リロード中に殴り殺される気がするよ。いた、バレバレだぜ。今回は単体か？あ、やばい、複数いるっぽい、対比。うお、分身の術、いや、入隊離脱？さっちゃんがこんなに強いとは、というかもしかして、ここがあの、さっちゃん村ってやつか。少なく見積もっても5、6体はいるぞ。ようやく塔までたどり着けた。ここに来るまでに、3回くらいラブコールされた。よせよ、人が見てる。いや、マジでよして。この人が、例のお仲間かな。いいものは持ってないみたいだね。せっかくここまで来たんだし、塔に登ってみるか。何かあるかもしれない。別にさっちゃんでもいいや。後ろから襲われる可能性を、少しでも減らせるなら、ここ狭いし、いても1、2体だろうし。何これ、ホタテ貝？キモかわいい。え、これ人工物なのかよ。てっきりアーティファクトかと思った。衝撃耐性アップ。マイナス効果がないのは珍しいね。これは、リポビタン D？ なぜこんなところに？と思ったらグレネード弾かよ。どこからどう見てもリポ D にしか見えないよ。どうやらゾーンでは、リポ D は爆発物らしい。怖すぎる。日本に生まれてよかった。あの後何体かさっちゃんを倒しつつ、目的地にたどり着いた。
ここにグレネードランチャーがあるはずなんだけど。ここかな。地下とか嫌な予感しかしない。あれか。なんかいっぱいリボディ落ちてる。フリーダムにいた酔っ払いは、グレネード弾使い切ったみたいなこと言ってなかったっけ？さて、せっかくだから、ちょっと試し撃ちしてみようか。幸い的には困らないだろうし。ここに来るまでに結構やっちゃったけど、まあまだいるでしょう。この辺りから、的の気配がする。いた、くらえ。何これ怖い。なんかもう、デューティーのリーダーに渡さないで、これ持ったままバックれた方がいいんじゃないか？フリーダムの迷惑にもならないし。でもこれ、リロード遅いし、持ったまま走れないし、装備してると足遅くなるし、重量も貫禄の 6.68kg と、扱いづらいったらないんだよね。それに何より、一度受けたクエストは、可能な限り成功させないと。いくらフリーダムの人が気さくでも、仕方ないことなんだ。というわけで、デューティーまで戻るよ。What are you here? クエストクリア。ランチャーを渡した。弾は全部抜いておいたが、か、勘違いしないでよね。グレネード弾が欲しかっただけなんだから、フリーダムのことなんて、全然考えてないんだからね。これが報酬でもらったアーマーか。え、何これ。メトロンスーツと、ゴーストスーツの、いいとこ取りみたいな性能。つえー、ていうかこのフォルム、私がアリーナで全然勝てなかったやつの装備じゃないか？頼もしすぎる。重量がきつかったので、とりあえず代わりにゴーストスーツを置いていく。さて、やることはやったので、北に向かうとするか。と思ったんだけど、さっき PDA 見たら、いつの間にかミッション受けてた。しかも普通のやつじゃなくて、シュトレロック関連の。なので先にそっちをやるよ。どんなものかというと、ゴーストのボイスレコーダーで出てきた、毒とやらに会うために、ガイドというやつの話を聞けというもの。ちなみに現在地は、初めてサブマシンガン使って、精度に驚愕したところだよ。この辺りかな。こいつか、意外と普通にいた。何？どうしたの？この前のリーダー代理みたいな行動、もしかして敵か？またマークス？それともミリオタ？もしくはただの犬かもしれない。何もないのかよ。ふざけるのは髪型だけにしろ。とにかく、毒のことを聞く。どうやら隠れ家に行けばいいらしい。隠れ家ってあそこだよね。そこにいるってことは、つまりまだ生きてるのか。シュトレロック一味で、生きてるやつと会うのは初めてだな。もしかしたら一気に話が進むかもね。さて、隠れ家の手前まで来たんだけど、ミリオタが湧いてる。なぜこんなところに。しかも装備からして、上位のミリオタ。またさっちゃん来たし、もういいよ。今日はもうお腹いっぱいだよ。おとなしく奥の方で、ひっそりゆりゆりしてろよ。今、さっちゃん二人が暗がりで、お互いの触手を激しく絡め合いながら、愛し合ってる様を想像して、リアルゲロが出そうになった。自分の妄想力が、今だけは憎い。うお、びっくりした。なんだ、いきなり、そういえばそうだった。こいつら私を驚かすことに、すべてを捧げてるんだった。久しぶりに戦うから完全に忘れていた。っていうかどこから湧いた。後ろに回り込むとか、頭の良さも相変わらずのようだね。精神放射浴びればいいのに。もういない？音も聞こえないけど、こいつら相手だと一切油断できないよ。ある意味 X18 より怖い。精神的に追い詰められることはないけど、びっくりするのは心臓に鋭いダメージが通るよ。ミリオタが見えないうちに、さっさと隠れ家に行くよ。うお、なんだ。
Come on, man, wake up. Oh, this better. You had me worried. What the hell are you doing, man? Have you lost your memory or something? You were the one who suggested that we take this precaution. Oh, well, at least you're still alive. Look, Strelok, we've got no time, so I need you to listen to me. Everything you have said about the monolith is true. All of it. It is just an illusion manufactured in a lab next to the sarcophagus. And nobody who reached the monolith has ever come back. It looks like they have died there. But anyway, while you're away, I dug up some more info. And basically, there is a decoder to open the door which leads to the monolith controls. This decoder is hidden in a stash in Prepriat. Now I'm going to give you the coordinates of this stash, and I'm giving you the key to open it. I want you to take the decoder, and I want you to find the door in the sarcophagus. And then you... well, you'll know what to do. But it seems that this is the only way of uncovering the Zone's real secret. This is the one you have been trying to work out, Strelok.何から突っ込めばいいんだ。シュトレロック?マークドワンのことを、シュトレロックって呼んだの?じゃあなんで、シュトレロックを殺せなんていうメッセージ持ってるんだよ。それにもノリスが幻覚?研究所で作られた?ゾーンの本当の秘密?ああ、大きな星がついたり消えたりしている。大きい、彗星かな?いや、違う。彗星はもっとバーッと動くもんな。暑っ苦しいなぁここ。出られないかな?おーい、出してくださいよ。今回はこれで終了。次回も、ゆっくり見てね。